どこ行ってたんでしょうね。本当に、ね、出ましたね。出ましたね。そう、数字が出てます、ね。そう、かなりちょっと遠出をしてたりするんですけど、すごい感度がいいと、インターネットを見るのに入り口がやっぱりありまして、この iPhone で見てる Yahoo の画面がすごい小さくなってここに入ってるのと全く同じことなんです。お出かけするときにあらかじめ Yahoo で調べて、もしかするとプリントアウトして、そして持っていくというのが、まあ、出先で調べてそのまま、まあ、ここに書いてあるからもう印刷も必要の下よーく見ると、あ、マイクないですか、小さいけどね、マイクを押すとすぐ始まるので、えーとかあーとか、えー、どうすんだっけって言うと全部それ拾っちゃいますから。スカイツリー、出先で大丈夫みんなが見てるから、私大丈夫。パソコムプラザ新浦安、このまま電話番号をポンと触ってみてください。すごい。でもお店調べたとしますよね、ネットでいくつか、例えばすごい鍋のお店調べたとした時に電話書いてあったら、そのままポンって触るともうそこから電話につながっちゃうんです。